イベントどれからご紹介しよう。じゃあこちらからいきますね。端から。ナチュラルだけどちゃんと毛穴とかも隠せるやつです。スターダストネクストガールズです。イエイ朝日奈吹です。今回の企画は最近買ったおすすめのコスメをご紹介ということでお送りしていきたいと思います。それではスタート。私が最近購入してきたコスメを今からご紹介していきたいと思います。どうしよう、どれからご紹介しよう。じゃあこちらからいきますね。端から。こちらです。デイジークシャドウパレットです。見えますかね。こちらはオータムプリーズアイシャドウナンバー10番ですね。10番のこちらのアイシャドウです。可愛くないですか。このブラウンがベースとなっているんですけど、秋っぽい色味がすごく可愛くて購入しました。中はこのような感じでキラキラとマットの2種類が展開されていてすごく可愛いんですよキラキラとマットですね。じゃあ早速これを腕に乗せて紹介していきたいと思います。可愛いからさ、1回くらいしかまだ使ってないんですよね。ラメ感がそこまで強くないので他のと比べると、この茶色ブラウンを手に取らせてみたんですけど、見えますかね。発色がすごく綺麗じゃないですか。自然なラメ感があってまぶたの上につけると絶対に可愛いなって思います。これは本当に買ってよかった一つです。じゃあ続いてこちら、チピシピのグリッターイルミネーションですね。こちらはピンクベージュとなっています。見えますか。これなんですけど、今流行りのラインで涙袋をかけるものなんですが、このキラキラがとにかく可愛いんですよ。指につけてみますね。本当に可愛い。一回つけただけでこのキラキラですよ。見てください。ほら、ここ。すっごい綺麗じゃないですか。このキラキラ、本当に可愛いなと思って、最近は毎日のようにつけてます。買ってよかった一つです。続いてはこちら、デジャブの茶色のマスカラですね。こちらはですね、一見茶色に見えるんですけど塗りやすいんですよね。とにかくこのような感じで見えますか。黒のマスカラをつけた後にこれをつけるのもいいですし、普通にこれだけ塗るっていうのもいいんですけど、本当におしゃれな目になります。続いてはこちらですね、フーミーのアイブロウパウダーです。こちらはレディモーブというアイブロウパウダーなんですが、結構知ってる方も多いかなって思うんですけど、見てください。こちら見えますか。こちらは3色のアイブロウパウダーとなっていて、私も初めてこれを見た時に真っピンクになっちゃうんじゃないかなって思ったんですけど、ブラウン、カーキーと合わせることによって全然そんなことないんですよ。一番下のところなんですが、このような感じで自然な色味のブラウン、パープルみたいな感じで垢抜けたい眉毛になれるということで挑戦してみようと思って購入したんですけど、顔がちょっと明るくなる気がします。他のブラウンよりもなんかちょっと垢抜けた気がするので、このアイブロウパウダーおすすめです。最後はこちら、ディオールのマキシマイザーです。こちらはリップですね。こちらはですね、001番リップグロスになっているんですが、知ってる方も多分多いと思うんですけど、中に唐辛子の成分が入っているので唇にのせてあげるとちょっとピリッとするんですよ。でもそのピリッとしたのが唇をふっくらさせてみせてくれるのでおすすめです。マスクの生活が続いてるので目元のメイク道具がすごく多かったかなと思うんですけど、リップ以外は全てプラザで購入することができます。スターダストネクストガールズです。ヤシオマイです。今回初なんでちょっと緊張してるんですけど、軽く自己紹介しようと思います。鹿児島県出身の高校3年生17歳です。私の趣味は最近なんか洋画見るのが好きです。普段は結構料理とかが好きです。よろしくお願いします。今回はメイクの購入品紹介をしたいと思います。メイクはそんな時間かけないんですけど、だいたい15分ぐらいでメイクは終えます。まず1つ目がナースのリップです。同じ事務所のただなるみちゃんと仲いいんですけど、なるみがインスタに上げて、あ、可愛いと思って
真似して買っちゃいました。赤よりピンクの方が合うのでピンクを買いました。腕につけていきます。はい、色が結構見えますか。ピンクだと顔がめっちゃ優しい印象になるんでよくピンクを使います。もう一個は素肌のファンデーション見えますか。ツッピー風のファンデーションです。割とカバー力あってナチュラルだけどちゃんと毛穴とかも隠せるやつです。最後がイヴ・サンローランのグロスです。ツヤツヤのリップが好きなんでマットより。結構これつけると透明感みたいな結構出ます。で私はよくこのピンクのリップの上からこのグロス塗ってツヤツヤにしてます。色が分かんない、女の子らしい色になります。肌のことで気をつけていることは洗顔とかは洗顔料を使うと結構逆に荒れたりするんで割と水でバーって洗ってその後タオルじゃなくてティッシュでポンポンって肌をやると肌がダメージつかなくてそれがいいって聞くんでそういうことを気をつけてます。ということで今日はお気に入りの最近買ったコスメを紹介しました。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。